ウィリアム・ウィリス、ウィリアム・ウィリス、ウィリアム・ウィリス、1837年5月1日から1894年2月14日は、幕末から明治維新にかけて日本での医療活動に従事したイギリス人医師、医学博士、親とい外国人。幕末維新に中日英国公使館の外交官、医官として来日し、東京の初代副領事になった。 生麦事件をはじめ幕末の歴史的重要事件で数多くの人命を救い、日本人医師に実地指導をして西洋医学を広め、母親戦争で敵味方の区別なく治療をして日本に赤十字精神をもたらした。後に、新政府の要請で東京の医学公研病院、東京大学医学部前身や鹿島医、学校研病院、鹿児島大学医学部前身の創始者となり、 日本の近代医学、医療の基礎を築き、発展に貢献した。西南戦争勃発で帰国。後に、イギリス外務省から、バンコクの総領事館付一官に任命され、太陽国でも、医学、医療の基礎を築き、発展に貢献した。1837年、北、アイルランドで生まれ、スコットランドのエディンバラ大学で医学を学んだ。1862年、 中日英国公使館の外交官、医官として来日した。江戸高輪東善寺の公使館に着任後、第二次東善寺事件に遭遇。生麦事件に遭遇した際、誰よりも先に現場に向かい、その後、英国人被害者の治療と殺害されたリチャードソンの検視を行った。1863年、撮影戦争では、イギリス人負傷者の治療に当たった。 1864年、横浜で初めてできた薬局、横浜ディスペンサリーを元講師館医官、ジェンキンズと共に開業した。予防医学において先駆的役割を果たした。幕府との覚書で国際防走病院を設立した。イギリス公文書館の中で予防接種を行った功績が高く評価された。下関戦争時、初期官兼務のため、 イギリス外務省への報告書で多忙を極めた。1866年、医官を務める傍ら主席補佐官に昇進した、会計官兼務、公使官業務の改善を行った、パークス公使や長崎の商人グラバーらと共に、鹿児島に招待された、生麦事件を起こした、島津久光や西郷隆盛らと会見、下関、宇和島訪問にも同行。 フランス国王の孫と会見し、江戸の名所を案内した。1867年、パークス公使に随行して、十五代将軍、徳川義信に越見するために、大阪城へ出向いた。パークス夫妻と共に、富士山に登庁。1868年、江戸副領事、神奈川副領事に昇進。神戸事件に遭遇し、負傷者を救助して、治療を行った。 とば、伏見の戦い勃発で、京都から送還されてきた合津藩の負傷兵の治療を、大阪で行った。薩摩藩大戦岩の要請で、京都の薩摩藩林寺病院で、西郷継道など負傷者の治療に当たった。この時、開国後初めて外国人として朝廷から、京都滞在を許された。親友のアーネスト佐藤と共に、薩摩藩主、島津忠義や西郷隆盛、 大久保利道らから歓迎への挨拶を受けた。ここでウィリスは、数人の日本人医師を助手として、麻酔を使用し、多くの重断的質や手術を行い、優れた西洋医学の知識を広め名声を博した。その後、京都の土佐藩邸で、重病に陥った全土佐藩主、山内陽道の大出血していた肝臓の治療を行った。この時、 ちょうど起きた会事件の謝罪をミッドフォードと共に、各国の講師に伝達するよう、山内陽道から依頼された。大阪伏良寺代理を兼任する。パークスに随行し、三大途中に上位派から襲撃を受け、負傷者及び暗殺者の治療に当たった。天皇が英国講師を、死神殿に意見、ウィリス随行。新政府の要請を受け、江戸城無血会場後の上野戦争。 将棋体討伐などの戦勝者の治療に当たった。この時、ウィリスのために新政府軍は横浜に軍人病院、東大病院前進を開設し、ウィリスは病院長として多くの医師たちを指導した。東北戦争に従軍する。北越戦線軍病院に出動。この時、官軍の総督、公家、大名らを説得して敵兵捕虜の虐殺を防ぎ、 白愛精神に基づき、敵味方の区別なく治療すべきと強く主張して、官軍のみならず、旧幕府軍から、合津判兵に至るすべての負傷者の治療にあたり、日本に赤十字精神をもたらした。合津で住民のために、食料や物資が支給されるよう尽力した。1869年、東京の伏領寺に復帰、戊辰戦争従軍後、明治天皇に謁見し、 政府から感謝状、天皇から感謝の品が贈られた。新政府の要請で外交官の身分を持ったまま、31歳で東京医学校県病院、東京大学医学部前身の創始者となった。看護人として女子を採用。東大病院看護婦の始まり社会的地位を奪われた。乱法医や一部の政治家の思惑で、ドイツ医学に方針が変更。 東京医学校県病院長を退職した。1870年、西郷隆盛や医師、石上良作の招きに応え、イギリス外務省の副領辞職を辞職して、鹿児島医学校県病院、鹿児島大学医学部前身の創始者となった。1871年、鹿児島県氏族、江夏十郎の娘や愛と結婚した、2年後に、息子が誕生、森あり 文部大臣からの要請で英語の発音指導に当たった。英国公使官書記官、アダムズの訪問を受けた。アダムズは公式の覚え書き、ウィリス博士の鹿児島病院の中で、ウィリスが医学教育や患者の治療だけでなく、公衆衛生や予防医学にも力を入れ、食生活の改善や一般教育などの分野でも多くの業績を上げていることを報告した。 1872年、明治天皇に廃越した。1874年、政府は台湾に3600名の兵を出兵させるが、数百名の兵士がマラリアの伝染病に感染し送還されてきたので、ウイリスが治療し回復させた。1877年、西南戦争勃発で帰国するまでの15年間、日本の近代医学、医療の基礎を築き、 発展に貢献した。1881年に再度日本に渡り職を探したが見つからず、2ヶ月後にイギリスに帰国。佐藤によれば、ウィリスは最後を高森と親しくしており、このことが西南戦争以後のウィリスの日本での立場を縮したと考えられた。1882年に名誉あるイングランド王立下界司会フェロー号。 フェローシップ・オブ・ザ・ロイヤル・カレッジ・オブ・セルジンスを得る・オエル。1885年、イギリス外務省から、バンコクの英国総領事館付一官に任命された。公衆病院をはじめ、バンコク市内に大規模な私立病院を創設し、国王ラーマ5世や王帝をはじめ、多くの患者の治療にあたり、チュラロン・コーン王朝の全面的支援を受けて、王子の推挙により、 王立立医学校を設立した1892年、病気のために帰国するまでの8年間、大の近代医学、医療の基礎を築き、発展に貢献した。1893年、ケンブリッジ大学衛生学ディプロマを授与された。鹿児島の文科生らにより、聖徳記念碑が混流された。1894年、故郷の北。 アイルランドで56歳の生涯を閉じた。イギリスの医学雑誌、ランセットに追悼文が掲載された。ウィリスは講義と臨床実習を同時に行う重要性を解き、ベッドサイドティーチングを行った。また、医学の真の基礎は解剖学であるとし、病理解剖の必要性を解いた。日本初の妊産婦検診の実施。地肉食用禁止、衛生行政の始まり。 日本初の対緑内障交際設除。研修医制度の実施など。さらに、落農を推奨し、上下水道、良質の水、暗渠排水の清潔な近代都市づくりなどを提唱し、各所に分院を新設した。文科生に、高木兼弘、東京時警会医科大学創始者、海軍軍医総監、上村泉さん、中山新平、実吉安淳、海軍軍医総監、 三田村忠邦、藤田啓介、鏡光剣、石上良作、鳥丸一郎、長田力、あず清照、森山明則、伊武す慶啓造、河村伊隆州、高木誠、池田健斎、石黒忠奈佐々木東洋など。1871年に、鹿児島で、江夏弥と結婚し、息子、アルバートを設けたが、採取を置いて帰国し、1881年に、 再来日した際に8歳のアルバートを引き取った。ヒューコータッチは西洋人女性が少なかった当時、ウィリスは寂しさからやむなく日本人女性を選ばざるを得なく、八重との結婚も英国の法律外の婚姻だろうとしているが、サメ島金には結婚確認証があるとしている。八重の父親の江夏重郎は江戸生まれの侍だが、島津久光のごそば役を務め、 鹿児島城下の日本松馬場に住んでいた。ウィリスとヤエは、重労の病気治療が縁で知り合った。ヤエは容姿に優れ、和歌が得意でファンの再演と歌われていた女性で、ウィリスと馬に二人乗りするなど、西欧的感覚に求んでいたらしい。ウィリスは日本語がほとんどできなかったため、英語が通じるものを除き、妻以外の日本人との深い交流は限られていた。ヤエとの子、アルバートは、 ウィリースと共に1881年に8歳で、都営したが、1885年に、ウィリースがシャムへ赴任したため、ロンドンハンホッペ通り166番地のバクスター家の、養子とな、ロンドンのパリテクニック、現、ウェストミンスター大学を卒業後、バクスター家と共に、オーストラリアへ渡航。イギリスへ帰国して、ケンブリッジ大学へ入学する予定だったが、父の死により断念し、 ロンドンで初期の仕事を終え、ケンティッシュタウン、アイスリップ通り九十二番地に、バクスター夫人とその兄と共に十年暮らしたが、暖度も資質も与えられない、辛い暮らしを強いられ、単身で、再び逃亡。一九百六年に来日して、母と再会し、関西で、平田菊と結婚して、次男和ずめ、三男次女おもけ、日本名、ウリアル兵として、日本に帰化し、 関西大学などで英語教師として働いた。奈良県に駒郡富尾村座二名の自宅で死去し、奈良市の白号寺に眠る。西宮市に子孫がいる。川内博はアルバートの孫。アルバートの三歳上にジョージという息子がおり、横浜の女性との子、八重とアルバートと共に暮らした。ウィリスが死ぬ時、ジョージはオーストラリアにいた。ジョージは十二歳当時、ウィリス。 80、アルバートに同伴したことが1877年の記録にあり、日本で生まれたと考えられる。ウィリスは来日前にロンドンのに勤務していたが、そこで働いていた女中との間に、子、ハーバートを設けた。ハーバートもウィリスが死ぬ時、オーストラリアにいた。チノという女性との間にユタロー、ユータローという名の子がいた。コータッチによると、 ウィリスには英国も含め複数の女性たちに産ませた子が何人かいたらしい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。